はい、こんにちは、りほこです。はい、今回は洋服の購入品紹介をしていこうと思います。私、ジェイダが好きなんですけど、そちらのお店に行って、春服になるのかな、6点買ってきましたので、そちらを紹介していこうと思います。久しぶりのお店に行って、結構大きめの袋に入れてもりもり買い物してきたんですけど、そちらをね、紹介していこうと思います。ちなみに身長が157センチで体重が39キロくらいなので、同じような体型の方参考になればいいなと思っております。まず結構小物買ったので、小物からこちら、じゃん、ジェイダの GG っていうロゴのピアスを買いました。シルバーの色を買いました。値段が3490円です。結構大きめのピアスが欲しくて、ちょっとつけてみようかと思うんですけど、ピアスなんか穴いっぱい開いてるのに、ピアス自体を全然実は持っていなくって、なんか欲しいなと思って、こう存在感ある感じのピアスあったので、一目惚れして購入しました。つけるとこんな感じになります。結構大きくて、このロゴが可愛いなと思って、ゆらゆらするのが欲しかったので、ポニーテールとかにしても目立つ感じになるし、これを買いましたゴールドとかもあったので、ぜひお揃いにどうぞ次、こちらのルーズソックス買いました。個人的にスニーカー履くのが多くて、スニーカー履いて靴下クシュクシュって履くのが多いっていうのと、ルーズソックス世代のギャル JK なんちゃってギャルみたいな感じだったので、ルーズソックスを買ってきました。これはちょっと後で履いてみようかなと思います。あとはこのショート丈のパーカーなんですけど、これがね2000円だったんですよ店舗で購入して、本来であれば5490円なんですけど、この短い丈のねパーカーがね2000円だったので、これは買おうと思って買いました。結構ゆったりめのパーカーたくさん持ってるんですけど、短めの丈のは持ってなかったので、これを購入しました。ちょっと早速着てみようと思います。今インナーもデイダの着てるんですけど、着るとこんな感じで、どちらかというとゆったりっていうよりかはぴったりするような感じになっていて、フリーサイズですね。サイズはフリーサイズでした。で、丈が今ちょっとキャミが見えてるんですけど、これくらい、今下パジャマしかもこれくらいの丈になっております。これぐらいのね短いの持ってなかったので、可愛いなと思って買いました。そして次、新作なのかな、トップスでね、こちら白のやつをね買いました。ゆったりめの感じで、腕とかもこうダボっと着れる感じになってます。これがねすごい可愛いなと思ってて、今ちょうど着れるようなのが欲しかったので、今から春先にかけて5月ぐらいまで、5、6月まで着れるんじゃないかなと思って買いました。こちらがいくらだったかな、これが6990円ですね。で、色も3色ぐらいあったんですけど、まあ割と白とか黒とかが多いので、ベージュも捨てがたいなと思ったけど、髪やかなので白の方が入るかなと思って白を買いました。あとはこちら、これはねお店じゃなくて ZOZO タウンのセールで買ったんですけど、このジェイダの好きに、ボロボロの、ボロボロじゃなくて、まあ、新品なんですけど、新品だけどここ穴開いてるやつを買って、サイズは XS ですね。どうしてもスキニーのサイズがなかなか合うところがなくって、ジェイダのだと結構履きやすかったりするので、 XS サイズで購入しました。ちょっとこれもね一緒に履いていこうと思います。ちなみにこれは ZOZO タウンのセールが入って6990円でした。で、生地もなんか柔らかめになってるので、こうなんか、なんだろう、座りやすいっていうか、伸縮性があるっていうのかな、こう座った時にパツンってならない感じだなって思いました。あとはこれに合わせるために、じゃじゃん、こちらのベルトですね。ジェイダのベルトの方も購入しました。ベルト私持ってなくって、なんとですね、私が以前買ったベルトが小学校の時にセールで買ったジャッシーっていうブランド知ってるかな、ジャッシーのセールの500円のベルトしか持ってなくって、やっとなんかちゃんとしたベルト、ボロくないやつ、もうボロかったので今まで使ってたの、ちゃんとしたやつを買いました。というわけでちょっとこれ着てみようと思います。はい、まずトップスがこんな感じです。かわいい、こうゆったりしてる感じになってます。かわいい。で、スキニーがこういう感じです。ベルトがねこんな感じになっていて、穴がちょっと開いてる感じです。
サイズはねちょうどいいけど、まあ、ピタピタではないかもしれない。なのでちょっと細身の方だとちょっともしかしたら緩いかもしれないけど、別にブカブカっていうわけではないので履きやすいかなと思います。こう生地がねすごい良くてこう座りやすいんですよね、うん、すごいあのラジオ体操いけるね。はいはい、という感じで今回はジェイダでの購入品でした。結構カジュアルめの服が好きなので、こう動きやすいような感じでカジュアルに着れるような、今から着れるような春服買ったので、ぜひ参考になればなと思っております。やっぱりこのピアスのロゴとね、このベルトのロゴがね、このこちらのベルトのロゴがすごいなんか合ってて可愛いので、なんか合わせて着たいなと思っております。はい、今日は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。